高下の章、大樹の説、思いの果て。タルティーン平原において国王ディミトリ率いる王国軍らを打ち破った帝国軍は、王都フェルディアを目指して北上、ついに大司教レアとの決戦に臨む。ついにここまで来たか。実に長き闘争であった。おじさま、なぜここに。まだ決着はついていないわ。なればこそだ。最後くらいはこの目で見ておきたいと思ってな。偽りの女神の獣の支配から人間が解放されるその瞬間。わかったわ。軍の邪魔にならないところで好きに見て。無論よ、戦いに巻き込まれてはたまらぬからな。この戦いが終われば帝国が全てを支配する世が訪れる。全てではないわ。私は私のできることをするだけ。それに知性が安定するまでのしばしの間は、おじさま、いえ、あなたたちの知恵と力も必要不可欠だと考えている。そうであろうな。我々もできることをせねばならぬ。しばしの間はお前たちに力を貸そう。ええ、お願いするわ。しばしの間ね。先生、少しいいかしら。ここまで来てと思うかもしれないけれど、私の口から伝えたいことがあるの。いえ、あなたはきっと自分で感づいているでしょうけれど、それでもね、あなたが何者で、その力が何なのか、今まで触れずに来た真実を。先生ならそうだと思っていたわ。あなたはレアと同じ女神と呼ばれる存在の眷属なのよ。おそらくあなたの母親が女神に連なる人で、その血はずっとあなたの中で眠っていたのね。5年前、先生がその力に目覚めた時、私はあなたがレアに協力すると思ったわ。封じられた森であなたが永劫の闇から帰還した時よ。私の目的はレアたち女神の眷属の支配からの脱却だった。セイロス教団を使ってフォドラを支配するレアたちを抹殺することだった。私はあなたを敵に回してでもレアを撃ち、人々を解放するのだと誓ったのに、あなたは私を助け、レアと敵対する道を選んでくれた。もちろん私は嬉しかったけれど、同時に迷いもした。この道は先生が進むべき道ではないのかもしれないと、その迷いを抱えたまま、私はあなたに甘え、あなたの力を借りてここまで来たのよ。聞いてくれてありがとう、先生。話せてよかった。レアたちがいなくなった世界であなたがどうなっていくのか私にはわからないけれど、私にとってあなたは特別な存在。この背の重荷を分かち合えるたった一人の対等に話せる相手。そろそろ時間ね。行きましょう、先生。帝国軍は王都フェルディアに着陣。対するレアは白き者へと姿を変え、これを迎え撃たんとしていた。フォドラを人の手に取り戻すため、シュワルツァ・アドラー・ウェイヤが最後の戦いに臨む。
レア、そしてセイロス教団よ。これ以上の争いは無意味でしょう。王なき国の都にこもり、あなたたちは何をしようというの。一度だけ機会をあげるわ。武器を捨て降伏しなさい。あなたたちと違って私は虐殺などしない。反応はありませんな。攻撃を始めますか。少しだけ待つわ。市街には多くの住民がいるのよ。5年前にガルグマクを攻めた時と違って、教団は住民を避難させようともしない。一体何を企んでいるの。レア様、いやセイロス様、帝国軍は降伏を呼びかけてます。本当に無視していいんですか。例えば私たちがフォドラを出ていくとかで解決を図れませんか。降伏はなりません。私たちは負けてはいない。あのような邪悪な者たちに天が裂けようとも屈してはならないのです。わかりました。私はあなたの言葉に従いますよ。何があろうとこの命が尽きるまでね。僕もお供します。最後まで、どこまでも。それではカトリーヌ、市街に火を放ちなさい。攻め入る帝国軍を煉獄の炎で焼き尽くすのです。それはカトリーヌ。承知しました。勝つためですよね。愚かな問いは不要です。いかな犠牲も払わねばなりません。私から全てを奪っていくあの廃墟者をこの手で踏み潰してくれましょう。今の声は陛下、陛下、王都の各所から煙が。どうやら市街に火を放っているようです。なんてことを。レオ、もはや手段は選ばないというわけね。みんなすぐに攻撃するわ。用意はできているかしら。は、万事問題ありません。いつでも攻められます。フェルディアの王宮に一直線に攻め入り、敵の視界、レア、白き者を撃つ。これが戦乱の終わり。この戦いに勝った時、ポドラは一つになる。攻め入る王都は炎に包まれつつあるけれど、皆死に急がないで、生きて勝ち、新しき世を私と共に迎えるの。いいわね。無論、私が死んではあなた様を守る人がいなくなってしまう。あなた様が生を全うするために、私は勝って生き残りますよ。私、ブリギットの未来背負います。ここ死に場所違うです。勝ちます。自分のため、皆のため、先生のため。ああ、俺たちが切り開いてきた道だ。最後まで走り抜けなきゃな。それにここで死んだら、今まで立ててきた俺の武功が全部無意味じゃねえか。心配しないで先生。エーデルちゃん、私だってまだ未婚だし、この戦いが終わったら私結婚できるかしら。いつの間にかこんなところにまで来てしまったよね。平和になれば好きに研究できるのかな。それならさっさと終わらせよう。エーデルガルトさん、先生、私だって頑張ります。やりますよ。こんなところで死んだら引きこもりの治れ辛い腰ですから。私は統一後も君と先生の力になる。無事に勝利に導いてみせるさ。それが誇り高き貴族の使命であり、私が自身に課した天命なのだから。帝国軍、そしてスバルターアドラーベイア出陣。音は大炎上じゃねえか。ひでえな。けどどうにかここまで来られたぜ。
炎は敵味方を平等に殺しますからな。しかしいよいよ王宮前の広場です。立ちふさがる者は炎ごと消し去るわ。白き者、今ここで撃つ。レア様、町に放った火のおかげで敵は大軍で押しつぶす真似はできません。少数精鋭であたしらを目指して進んでくるかと。そうでしょうとも。そして彼らの先頭には私からお母様を奪ったあの者と反逆の徒エーデルガルトがいるでしょう。髪の毛が焦げるのは嫌です。炎、できる限り避け進みます。強敵注意する、しましょう。柔軟に進路を吟味し被害を抑えて進軍したいところですな。戦場を広く見なくては。皆を導かなくては。アドラステア皇帝、参る。容赦しない。あなたの死も無駄にはしない。冴えているな。血塗られた道、私が切り開きましょう。戦場に立つ以上、覚悟はできている。承知。報酬を与える必要があるかしら。おっしゃー、行くぜ。先制奇襲、有利を思います。何度戦えばいいのかしら。
つぶし止めるのは。戦いに終わりなんてあるのかしら。すごいな。眠っちゃダメだ。恐れ入りました。
心を捧げ受け入れなさい。白き轟は正しき者だけを救います。なんだろう、この方向、魔力を感じるな。とてつもない力が戦場を包んで。今の方向、人形たちの動きが変わったように見えるぞ。まさか白き者が叫ぶたびにあの人形たちが強くなるの？の士気も上がる。邪魔はなくなりましたな。
かける余裕はないのだ。続くのです。Yeah.
波動を敷くため。で引いちゃ話にならねえ。これは負けねえ。よし、大勝利だ。その調子だ。あなたが帝国に組みしたこと、嘆かずにはいられません。ですが私は陛下の騎士です。主君の敵討たせてもらう。ハッ、頭領だ。ハッ、うわー、陛下お許しください。私はあなたへの誓いを。
めんなさいね。はあ、この程度。いらない。これが戦いだ。死なずに済んだ。さあ次だ。許しはいらない。これが戦いだ。全身全霊をこの戦いに注ぐ。雷帝が命を喰らえと騒ぐんでね。女神のしもべたるこの剣、味合わせてやるよ。明日寝るためにも今日は殺すしかない。よっしゃー、行くぜ。
歩も引かない。これも未来のための一歩。貴殿の力見それていましたよ。波動を敷くため。
積み重ね勝利します。この戦場
ても勝つのが大事よね。死はいらない。これが戦いだ。レア様に近づくな。試してみよう。ための一歩。
強くなるためにまた戦場へ。その繰り返しね。レア様を悲しませたから、僕はあなたを許さない。よし、レア様、今までありがとう。
邪魔はなくなりましたな。この状況、Thank you.
やはりあなたが大事なのは人ではないのね、白き者、女神の眷属よ。よまいこと、救済にあたわぬ愚者は己が罪を見つめることさえできない。私をお母様を裏切ったのはあなた方人ではありませんか。裏切ったつもりはないわ。初めから信じる道などなかった。
ありがたい。協力する。止められず。人が自ら立ち支え合うこの世界に神の居場所はない。レア、あなたの役目は終わったわ。だから今は歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。王都フェルディアの陥落によって、ファーガス神聖王国とセイロス聖教会は、フォドラの歴史からその姿を消した。ここに、皇帝エーデルガルトをいただくアドラステア帝国は、フォドラ全土の統一を果たしたのである。エーデルガルトは、強固な中央集権制を敷くと貴族制度の打破に向けた改革に着手、身分と紋章によらない新たな世界の実現に乗り出した。その裏では、
帝国との協力関係にあった闇にうごめく者たちとの対決姿勢を鮮明にし、日の当たらぬところでの戦いが静かに巻き起こっていた。人を支配した女神の眷属は滅んだわ。女神の作り上げた世界は形を変え、やがて私たち自身の手によるものになっていく。そうでしょう、先生。ええ、そうね。まだ全て終わったわけではない。彼らとの対決は避けられないわ。それにこの世がどうなっていくかは私たち自身の選択次第だものね。あなたはこれからも私と共にいてくれる聖母で、私を守ることを選んでくれたように、今も変わらず私を選んでくれる先生。今エルってよかった。指輪をありがとう先生。喜んで受け取るわ。私はずっと不安だったの。自分だけが一方的に思っているのではと。他の誰を敵に回してもあなたにだけは味方でいてほしかった。重荷を分かち合ってほしいと願った時、あなたもまた同じく願っていてほしかった。その思いがこうして叶って、私はとても嬉しい。ええ、こちらこそよろしく。私とあなたでなら不可能はないわ。闇にうごめく者たちを滅ぼし、フォドラの安寧を取り戻し、素晴らしい後継者を見つけて、私の知性を終えたその時はあなたと二人だけの蜜月の時を過ごしたい。ええ、そうね。気を引き締め直さなければ。さあ行きましょう。あなたは名実ともに私の伴侶となった。エーデルガルトの波動はここで終わり、ここからは二人の道が続く。欺瞞と不条理に満ちたホドラの闇は戦乱の終幕とともに払われるわ。二人でこのフォドラに刺す希望の光となるの。